コウスケ君京都に来て、いや振り出したこういうのできるんだよな京都に来て、うん、行った場所あります？行った場所、うん、最初ね普通にベターに清水寺行ったあるある、俺も行ったっす。ここなんかまず清水寺だよね。いや間違いないです。俺行ったことあんだ。観光で2回ぐらい、あの修学旅行と観光で。ああはいはいはい、はい、でもなんか一旦清水寺かなって。いや間違ってないです、間違ってない。合ってるよね。合ってる合ってる多分新華流みんな清水行ったんじゃないですか、とりあえず。だよね、八坂神社、清水寺、平安神宮みたいな、三つぐらいあって、あの辺に、どこ行こうかなと思って清水行きました。清水、いや清水はマジで、でもこのね、春と秋行ってほしいです、秋。秋いいのライトアップあるんですよ。あ、そういうこと。めちゃくちゃいい。夜ってことね。でも人すごいでしょ。あ、人はやばいですね。そこなんだよ。でも俺最初、コウスケ君のイメージ来た時、全く喋らない人だと思ったんですよ。マジで、あっちのあれ、あっちでなんかやったじゃないですか、みんなでゲームみたいな。ああれやった時、うん、長さんがなんか発言するやついるかってコウスケ君手挙げた時、俺コウスケ君めっちゃ喋る人なんだと思って変わったのかな、多分。ヨーロッパ行って、 あと英語、もともとなんかそんな、多分学校とかでも発言とかしないタイプだと思う。ガチっすか。静かに。いや、それ皆さんちょっと聞いてほしいんですけど、英語やばいっす、マジで。俺マジ感動したっすもん。そんなっすよ行く前喋れたんですか？全くっすか？え、だから高校英語。高校今、和成とかが高校で習ってんじゃん。多分そんぐらい。え、そんぐらいで行って。で、まずドイツ行ったから。はいはいはい、ドイツで4年いて、でドイツは先生ついたわけ。もうチームに先生がいんの。それはドイツ語っすか？ドイツ語。うん、ドイツ語をドイツはやっぱ喋れって言われるし。うんうんうん、で、先生ついて、クラブハウスにいる、そこにいるからさ。え、でもうちで言ったらもう、先生が待ってんすか？そう。だから練習の合間とか、うん、練習後ちょっととか、もう1時間30分ぐらいで、なんていうの、レッスンっぽくない時もあって、あ、じゃあ一緒にカフェ行こうと、はいはいはい、先生日本語喋れないじゃん。あ、そうですね、そうですね。だから英語でドイツ語の勉強するわけよ。えぐっ。で俺18歳じゃん、はあ、で普通の都立高校出て、はいはいはい、そこまで別に英語できるわけでもないし、っていう特徴もないしでもそれのね、やっぱ1年である程度喋るようになったからね。で、そこからスウェーデン行って、スウェーデン語があるんだけど英語、基本英語なんですか？めっちゃ喋れる。あ、で、スウェーデン語喋れって言われない。喋れって言われないんですか？言われない。もう英語でいいってみたいな。英語でいいし、あのね、北に行けば行くほどね、英語を喋る人多い。あ、だからなんかね、北欧の選手ってすぐプレミア行ったりするんだよね、やっぱ言葉の問題で。そのじゃあ1個気になってたのは、日本人はドイツで結構活躍するじゃないですか、うん、その秘訣は何なんですか？なんだろうね、でもやっぱメンタリティちょっと似てるんじゃない。あ、めちゃくちゃ抽象的だけど四角い感じ。はい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 、はい、きっちりしてるで俺ドイツ行った時も最初アウトサイドこうやってパーンって出してたり、アウトサイド止めたりしてたら、うん、いやアウトサイド使うなって言われて、インサイド使えって、右足のインサイドで止めて左足のインサイドで蹴れって練習。日本人近いんですね、感覚で。左足のインサイドで止めたら右足のインサイドで、蹴り方もこう足でカーッてさ、なんか軽受けやってたら、いやいや全身使ってこう押し出してやる。え、そんな感じなんよ。だからそういうのもある。日本とちょっと近いんですね、うん、そういう多分なんか教え方とかも。そうで、多分日本もドイツからすごい学んでると思う、サッカー。あ、はい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 。え、でもコウスケ君今日本と言ったら海外両方経験してるんじゃないですか。何が違います？ヨーロッパでもね、ほんと国によって違うんだよね。あ、ドイツとかスウェーデンとか。サッカーがドイツはさ、みんなわかるじゃん、デュエル激しくて、うん、激しいし、なんか1対1、はいはいはい、どちらかといったら日本に近い、さらに玉際激しい版みたいな。そう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 、だから京都が目指してる感じで、はいはい、そうですね、うんうん、でもなんか例えば俺がいたところだとスウェーデンとかは、うん、ちょっとなんかイタリアチックなんだ。その最初にしっかり守備みんな固めて、でセンターバックもでかくて、その守備の戦術から入って、はい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 、で結構ゆったりしてるんだ。うーん、そんな行ったり来たり行ったり来たりって、はい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 、しっかり固め合ってやる。だから国によってね、あ、全然違うんですね。そこのもうプレミアは早いじゃん。いや、プレミアマジ早いです。でベルギーも割とオープンなんだ。あ、そうなんですか。フランス系のエグいアタッカーとか、はい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 、取ってきていて、守備しないけど
前残りでカウンターみたいなので最終的にオープンになることが結構多い、うん、でも J リーグのクラブって日本は守備でスペースを消す、でもヨーロッパはボールにガツっていく、はい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 、はい、それは多分違うなと思う。それでも久保建英いるじゃないですか、建英、うん、もなんかボール日本人は目の前で止まってくれるけど外国人は突っ込んでくるから日本人はマジやりやすいって言ってましょ。ああ、そうそう、その感覚は分かんないじゃないですか、でも、うん、そう教えられてるから今まで、うん、でも今日と違うじゃん、今日と違います、ほんと抜かれてもいいっていう感覚だから、うん、新しいっすよね。それは俺は確かにドイツとかで言われてた、あ目の前に止まんなって、もうゼロ距離まで突っ込めって、もう抜かれたら仕方ないぐらいなんですか。多分それに慣れたらね楽だと思うんだよね、うん、どのサッカーでも対応できる、はい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 、はい、このガツっていくのに慣れちゃったら、であとやっぱハマったら強いよね。いや間違いない、絶対強い、うん、だって相手嫌だもんね。いや俺も嫌だもん、ね、やっぱ止まってくれると確かに楽だもん、持って考える余裕ないからね、うん、メンタル的にちょっと怖いじゃないですか、そうそうそう、次また来たら嫌だなとか、そうそうそう、だそれをこっち相手に植え付けられるから、うん、突っ込めば、まあもしなんか苦しい時期あっても戻る原点というか、うん、そこはあるから。でもとにかく、ね、まあ、まとまってるよね今は。いやそうっすね、マジで頑張りましょう俺こんな体勢で喋ってるんですけど指示っすからねこれはあれマジで単なる人見知りです。本当になんか絡みづらかったあの時は本当にもうずっといじられない気はなかったですか、ね、ひげ剃ったらいいんじゃない